16時なんですけど、結構なんか話がつきなそうなメンバーなので、もう勝手に話も始まってますけど、多分今日コントロールできないんじゃないかなっていうメンバーがすごい揃って、なんか結構レアな組み合わせで、ヤジとかウルカもできますよね。ウェイルとかもっととか炎上ですよね。なんか最初のリツイートの数を超えたいなぐらいな、隣同士に睨み合ってるけどとか、そういうのって思いながら、ちょっとまあ時間は16時なんですけど、ひょっとするとまだトイレ行かれてる方がいらっしゃるかもしれないですけど、一般の話聞きたいわけ、早速なだれ式を始めさせていただきたいと思います。いや、じゃあ皆さんよろしくお願いします。パネルディスカッションでいろいろサブタイトル考えてみたんですけど、まあ、ちょっとどうしようかなと思って、いつもいろいろ話してることとかあるし、僕の聞きたいこともあるんですけど、今回申し込みの時にアンケート欄を作らせていただいて、皆さんの意見を聞かせていただきました。でそれをなんか元に、まあ、話し合えたらなと思います。午前来てない方やちょっと途中抜けた方とかもいらっしゃるかもしれないので、まあ、軽く自己紹介を、まあ、しつつ、10分ぐらい早く行ったんで、多分1人の時間はちょっと長くなるので、例えば どんなことで入らせたとか、マネージャーだとか、CTO とかエヴァンジェリストだとかわかんないですけどそういうのと、まあ、今年もはっきりした方が聞いてる方は聞きやすいと思うので、とあと、まあ、普段どんなことをやっているかっていうようなのと、まあ、デボックスちょっとね、今いきなり始めたんで、僕の画面が狙ってた画面が出てないんですよ。まずそれ出したわけ。ちょっとちょっとそれ出してもらうんで、じゃあその自己紹介なんでそれやるんで、多少概要です。今回、この企画というかカンパネスを、やろうとみんなに言っていこうかと思うんです。で、ウェブシステムの開発を行ってて、多分それから、13とか14年とか結構しぶとく生き残ってます。それなんでもすごい小さい、なんかルークの卸商品から、まあ、大企業までなんかクライアントが人気で契約書のなんか数も全然半端なく違うんですけど、なんかなんとか頑張ってやってます。それなんで、まあ、すごいでも遠藤はそうじゃないよねとか、もしかしたらこういうのうるさいよねとかっていう感じるところもあるんで、まあ、皆さん僕の意見を出していきたいなと思いますので、じゃあ、本日のアナリスト紹介をしていきたいと思いますが、並び順、タイトルがなくて、スピーカーが決まった順に並んでいただいてますので、まあ、自己紹介とさっき言った、フィールドオフィスとかを順にお願いします。あ、そうですか。はい。一番最初に、必要です。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。何の1年違います、これだけ出したいから出すお前のうちなんか治療してやってきたんですよ意図が捨ててみるいじめられてますよ。いや、すいません、なんだろう、一応 CTO とあとは開発の共通部門の、まあ、セクション本部長みたいなところとあと最近罠にはめられて、人事の担当取締役っていうのをやらされてまして、知らない方が幸せだなっていうことを言われているのがすごいよく分かりました。で、なんだっけ、DevOps について、いや、なんだろう、そう、なんかバーって見たらみんなセッションタイトル DevOps って書いてあって、なんかこれはめられたと思って、ちょっと変わったんですよ、会社
タイトルは最初は開発リーダー、開発リーダーで揉んでて、で変わりましたよって送ったんだけど、そのメールはあまり読まれてない。それ嘘、それ絶対嘘だよ。本当にすごい。まあ帰って見ていただくと、途中からタイトル決定しましたってなってて、はい、今から確認しますね。すごいね。なんで、はい、はい、なんだろう、本当、まあだからデコプスについて思うのはそういうことですね。来た。
役職名は何でもいいってことなので、単純に僕はクリエイターっていう職業ですね、クリエイターにするだけっていうふうに思ってくればいいです。はい、ありがとうございます。デボンスか。デボンスは、まあ、学名通りというか言葉通りに捉えると、デブと、まあ、開発と運用ですね。開発と運用が揉め事をしてないと、デボンスとかやっても意味がないので、まあ、仲いいよっていう人たちは、もう仲いいよっていう人たちは、デボンスをやらなくていいんですよ。すでに、もうできてるってことですね。あとは、ちっちゃい会社、もうみんな、テスターも、運用の人も、会社もみんな同じチームでやっているっていう人は、もうすでにできている。と思っていいようなワードですね。まあ、ただよくある、例えばですね、200人とか、もうすごいエンタープライズの企業になると、当然部署が違ったりとか、運用は丸投げしてるとか、まあ、運用やってるけど、開発丸投げしてるとか、まあ、そういう縦割りの壁がっていうところに、デモンスって非常に効くし、生産性が上がるっていうことだけは、間違いない理解として覚えていてほしいなって思います。だから、そうじゃない人たちは、私で生きてるっていうぐらいな、軽い気持ちで考えてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。もうなんか今、自己紹介聞いてて、ある程度決めてたんですけど、それを無視で喋りたいなと今思い始めてて、いきなり最初、前は岸田さんと一回話したときに、デボックスのこんな会話をやろうっていうときに話したときに、まあ、今と同じようなこと言われて、まあ、でもぶっちゃけみんなデボックスまで行ってないよ、必要としてないよって、まあ、そこで僕も振り返って考えてみると、うち継続してサービスの運用をやっている場合もあるし、住宅開発して開発で終わりっていう時もあるんですけど、正直言うと開発して終わりだとデボックスってないってことがありますか？住宅だけしてるってことですか？そうです。でもそれはだからできてないってことだと思いますね。多分生、運用手順書とかを一生懸命作って、橋渡しをつけるんですよね。それってなんかもうなんか無駄じゃないですか。まあ、無駄じゃないですか。手順書作ることが。あ、でもそれ結構無駄なんですけど、無駄だなっていつも思うんですけど、結局それで求められるものなんですよ。引き継ぐときに、レビューとかして、こうじゃねえみたいな話。そう、それ分かりません。そういうじゃないですか。ずっとチームで、まあ、ずっとではなくていいですけど、例えば、まあ、開発終わりそうだったのは2ヶ月とか3ヶ月前の、まあ、テストフェーズとか、いろいろあるんですけど、そのフェーズからずっと同じチームに入ってってくれれば、なんかもうスムーズに。ただそこまでも含めた実験みたいな、だ最後でそれぞれの時にその運用の人たちが入って、その運用の人たちが回りやすいようなのも含めた提案化すると、お金ももっと取れるし、運用した時に、なんかこれ、トラブルでどうしたらいいんだろうっていうのが減るかっていう話になっております。なるほど、なるほど、面白い。じゃあ、今のちょっと本当は入ってなかったやつなんですけど、しゃべりたいなと思ったんで、まあ、今日はアンケートを中心に。まあ、お話ししたいなと思うので、まあ、早速その中からディスカッションを。で、まあ、字小さいんですけど、まあ、なんかこれ後であげるんで、まあ、今一応読み上げますと、一応なんかこれカテゴライズは僕の方で行ったんで、まあ、ちょっとあんま良くないかもしれないですけど、まあ、実際にあった質問で、導入にあたり経営の説得が難しい、どうやら理解のない上司を書き込むか、TL の理解、開発を効率化するためにトップダウンで改善を実施すると開発ゲームバーと意識のハグリができる。ただハグリハグリ帰りができる。ただボトムアップで意見を集めても推進する側とゲームバーとで意識の乖離ができる。どうすれば推進側と、まあ、今うまく効いてきてないですね。デボックスの全体プロセスの仕組みを作ろうとするときに開発チームと運用チームが適切に分業して組み立てることが難しく、どちらかというと絶対見ることが非常に難しかったりする。で、JSOX とデボックスの関係です。 JSOX はこれで、運用の担当と開発の担当はきっちり分けなきゃいけないとかっていうざっくり言うとその感じです。でもそこをまあ一体化してやっていこうっていうときにいかに連絡するのかみたいなあって、まあ、まとめざっくりまとめちゃうと、まあ、いろいろなチーム感、今日も何度も話出てたと思うんですけども、経営層と開発チーム、開発チームと運用チームの、まあ、意識の共有っていうと、まあ、僕はこういう切り口したんですけど、別のところでそのチーム間でこんな風に、まあ、やったらいいんじゃないかな、まあ、今の質問を受けてこんな風にやったら解決できるかもっていうのを、まあ、1回目なのでとりあえず順番に藤本さんの方から。
ニアリング的に考えてるで、ちょっとなんとかさ、その偉いさんに対して、ちょっとなんとかさ、
と思うんですけど、これ取っちゃっていいですかとか言ってた。大抵の偉いさんはこういうんですよ。そんなリードタイム短くなるやつ取っちゃっていいみたいな話になるんですよね。そういうの見てると現場でも会社プロセス変えていいんだみたいなってなってきて、実はここ無駄やと思いますよみたいな、みんな言い出して、でみんなでそのうちは無駄を囲もうぜみたいな話をしたらもう真っ赤になるんですよ。だからそういう風にするとなんかすごい現場の人も、でそれで、なんかこうこうの答えとか、ここってこう承認を取るとか、ここ無駄なやつを取るとか、ここってなんかゴーダーコンだって言うとアジャイルに回してるから、ここなんとか2とかって言ってたらいらんのね、実行できるみたいなっていうのを見ないディスカッションすると、少なくとも現場の人は自分が見えて以外にも見えるように、あ、こうなってたのかとか。で、であとはこの自動化するとかここで、もう一ついいのが、これをこうやっていくと、その4時間の間に今のリードタイムと、それからここをこうしてこう変えてこうやったらこれぐらいのリードタイムになりそうだっていうのも簡単に出せるんですよね、全部合計していく、はい、でそしたら、まあ、例えば JA とかだったら、まあ、僕は実際にあった、例えば 8.5 倍数で添付なくなった時にそれをやったら1週間になると思うんです、その場で。だからそういうのを持って結果を持って経営するんですね。なるほど。なんとか社長さんあのね、本社でデボックスみたいなことを皆さんとやるとリードタイムが 8.5 ヶ月今出したんですけど、これが1週間だらしいんですよ。デボックスやっていいですかねって言ったら、そんなに決まってるかそうって感じなんですよ。だから別の説明しやすいんです。その最初にそのみんな経験のある人もマネージャーも、はい、経営チームとかも集めてやるときに、はい、それが藤原さんは何て呼ばれるんですか、誰が呼んでるんですか。でそれは今の話だと、それを持って経営者に行くと説得しやすいっていうことは、その前のネゴシエーションするじゃないか、橋尾さんは召喚してる人でしょ、召喚してる人、はい、それはどこの部署のことが多いと、まあいろいろです、はい、いろいろですけど、少なくともパッションを持ってる人がいる。なるほど、なるほど。その何かパッションを持ってれば、マネージャーなり、はい、そうじゃなくて現場かもしれないし、そういう人がそう呼んでくれるので、ああそういうことですね、はい。開発リーダーって最初つけてた、結局その決定権を誰が持てるかだったので、いろんなツールが出てる中で、みんなそれを別に決定するかどうか分かんないけど、そっちの方にこう持っていくとか、だからそういうのやると開発してる側も結局開発が楽になるし、だからそこら辺の層に届くといいなと思ってたんで、今一つキーワードはパッションです。パッション結構重要だと思います。あのパッションがなんか基本的に何もできない。そうです。外部からね、何頑張ってもやりたくないときやらせるそうですよね。しやりたくないときやってもらう必要もないですよね。なるほど、なるほど。どうぞレッツゴーだから、はい、大丈夫な感じでいいじゃないですか。そうです、そうです。はい、そんな感じです。はい、そうです。まあ僕の立場的にはですね、言うと後ろさんみたいな人が地話しして、じゃあ具体的にどうしようっていうときに声がかかるのが多いので、というと僕が行くときはこれ解決してることが多いんです。なるほど。なんで、まあ、この課題というのは直接の答えではないんですけど、あのやっぱり、まあ、関わってて思うのは、さっき可視化ですね。あの今こんだけ無駄があって、あのこうしたら無駄が取り除けるっていうのを分かりやすく見せるっていうのは結構大事かな。あの中の人で俯瞰で見えなくなっちゃう、それがもう当たり前のことになってるんで、なんでそれをこうあの可視化するっていうのはすごい大事かな。あとはツールの導入だと、あの思ったりですね、多分言葉が一人歩きしてるせいで難しく考えた人も多くてですね、いやただ入れてカチャカチャってして回したらほらもうできるよっていうだけの話なんですけど、それをなんかとりあえず簡単なプロジェクトで見せてあげるというのも割と効果的かなと思います。ちょっと今がこのスライドから貼ってきたんですけど、質問の中でいろんなツールがありすぎる、各チームで乱立するツールとか、みんなバラバラなのを使っているとか、まあ、その使ってくれない層が結構多いと思います。で、なんか結構僕もそれ感じてて、今回なんかこのカンファレンスの打ち合わせとかをやるのに、いつも使っているツールを導入してたじゃないですか。FB のグループ、Slack、まあ、トレロとか入れて、で、まあ、あと Google のスプレッドシートとか入れたんですけど、から僕結構なんか間でいつもつなぐようなやつやってるので感じたのが、あのやっぱりエンジニアの人はスラックでレスが早い、うん、でエンジニア業界、まあ、ちょっと面倒そうっていうかもうちょっと喋りそうだなんか FB で早くて、
その中継を僕がやるっていう。でまあなんかそれでアンケートを答えてながら乱立するツールとか使ってくんないとかすごい身に染みながら感じてて、ね、うちらがちゃんと回せよと思ってたんですけど、結局とかなんか結局僕がビングったり直接話したりしてそれなっちゃうんだけど、なんかそこら辺で後から入ったとしてももともとバックログでうちらやってたよねとかで結構まあレッドマインがもう結構育ってるところとかもあったりするし、そういうのって後から入ってたってどんな感じでします。ツールって特地でとかいろいろものがあってですね、特に今日のセッションでちょっとご紹介したような、まあ、いわゆるデボックスに関連するようなツールだと、まあ、ほとんどが自動化できるんですね。なのでいうと役割が一緒だったらツールが変わってもいいんですけど、例えばそのエラートラッキングはロールバーでもセントリーでも何でもいいんですけど、それがエラーを収集して通知してくれるって役割さえしてくれたら別にそこは変わってもいいと思うんですね。ただツールを入れるというのは何の目的かというか、そのツールのロールは何かっていうのをはっきりさせておけば、あとはツールは別に、まあ、変わっていくようなんだと思うんで、ただ人と人とのコミュニケーションのツール、今のそのね、スラック、フェイスブック、チャットワード、メール通訳問題みたいなのは、確かになんか面倒だなと思いますね。はい。わかりました。はい。この問題はですね、まあ、僕は岩瀬島連盟という会社に、もう十何年いるんですけれども、キーワードを皆さん覚えてるかどうかわかりませんが、そのぐらいの時代に、オブジェクト思考というムーブメントがありまして、その時にこの言葉がもうすでに言われていますね。で、その次に来たムーブメントはアジャイル、そしてデボス、常に言われるのはナンバーションですね。で、まあ、投資でずっと言わせてもらえるので、オブジェクト思考のコンサルをやってますし、アジャイルのコンサルをやってる。まあ、デボスとしてはやってないですけど、まあ、アジャイルとして。必ずこの定で仕事が来ます。で、これはつまり、問題点というか、発端が誰かっていうのが非常に重要で、ボトムアップになってるのか、トップダウンに来てるのかっていうのが、まず重要です。で、後ろさんの話も、今日ですよ、話したのは、その、トップダウンで、お前らアジャイルやれとか、デボックスやれっていうふうに来て、分かんないから、とりあえずやってる会社に相談に来ましたみたいな、定で来る。とこれやりづらい、うん、まあ、やりづらい反面やりやすいなというか、そのさっき言った経営層と例えば、開発チームで、経営層の理解はあるので、まあ、とりあえずやりやすいんですけど、開発チームがなかなか、なんかやりたくねえなみたいな感じだとこっちとしては成果を出しづらい、うん、でも開発チームがノリノリでやっぱやりたいんですよみたいな、でもなんか上がなんか許可してくれないのか、なんとかしてくださいみたいな話があって、でそれはそれでさっきの人様のアプローチに電話で人が使ったりとか、まあ、なんか何かしらの説得する材料はあるの でかつその現場は乗り気なんで非常にやりやすいし、でそのトップダウンで来た時 その、コミュニケーション方法っていうのは基本的には開発チームに経営層に説明させるとか、まあ、運用チームにその現場と経営層の間には必ずコーチを入れた方が、いいと思います。まあ、それはヨーダーもいろんなところに、有名なアジャイルコーチと言われる人が手が組めれば全てできるので、そういう人に相談するといいと思います。ガッチームは乗り気じゃないのでそこで説明させても絶対うまくいかないという問題があったらコーチングはいいと思います。でガッチームはすごい乗り込んでケースにはそうでもないみたいなケースっていうのは一応ガッチームの乗り込みなんでとりあえずケースに説明も頑張ってくれる、アドバイスは当然そのコーチングで入れた方がいいと思いますけど、基本的には何度かなるケースが多いっていうのが僕の、初版ですが、一番難しいのはものすごい大企業になるとそれはなかなか通らないというので、そういう場合はですね、まあ、非常にその限定されるそのプロジェクトをまず選んだ方がいいです。まあ、当然前世に導入できるわけでもないし、いきなりなんかこうリスクの高いプロジェクトにお前らやるみたいなのはちょっと現実的ではないので、まあその自分たち現場が一番手慣れた技術とか手慣れたその、製品なのかサービスなのか分かんないですけど、そういうのでもうすごいなんかもうやること自体は手慣れていて、あまりリスク高くないプロジェクト、まあ、例えば社内プロジェクトとか、うん、
なので、やって、経営層をじわじわと取り入れなじませておいてから、えいだけだ。まあでも逆に言うと、今の話でプロジェクト志向のコロナの問題があってて、数々のきっとコンサルティングのコーチたちがいて、でも解決されてないっていうのが多いと思うんですよ。そうでもない。さっきの話でもアジャイルが難しかったっていうのはそこだったんですが、まあ、うまくいってる事例はいっぱい、それはそれであるんですけど、それの数倍にうまくいっている事例も多いです。逆に言うと、まあ、さっき言ったデボックスは結構わかりやすいキーワードとかアジャイルわかりづらくなって今までやってて何回チャレンジも失敗したところが成功するかもという時期かもしれないです。これあのかつて牛尾さんと一緒に仕事をした案件があって、まあ某大手さんで、あのすごいさっきのパッションって話がありましたけど、すっごいパッションが、まあ、いわゆるどっちかっていうと経営近い、まあ、経営層じゃなかったんですけど経営近い人がいて、でその人がおしゃあざめやそうって言って凄手のメンバーを集めてきてやり始めたら、まあ、その人は経営に話が通じるので、まあ、現場はそんなにノリノリじゃなかったんですけど、やりましたっていう経営でやったら、その人がなぜか異動になり辞めていくっていうことで、終わらない前に大変事故になるっていう。で、現場はもうやる気がない上にパスをやる人がある人はもういなくなるみたいな、もうカオス、誰も進めようとしないみたいなシチュエーションになると、ダメなので、まあ、辛いですね。まあ、だから現場が盛り上がってる方は、そういう危機を迎えづらいっていうのが、まあ、全体的にでも結構ファッションだとか現場が盛り上がっているっていう感じですよね。じゃあなんか次にそのまま今の導入のところもちょっと入ったんですけど、まとめると導入の障害みたいな障壁といいますか、まあ、これウォーターボールから出し切れないお客の会社のプロダクトがレガシーかとリソースが足りず作るのが精一杯で試合とか CD とかたどり着かない、レガシーシステムのテスト自動化導入、既存システムにユニットテストを書いてリファクタリング自体が、スパゲッティコードになっていて書けない。でこれ結構なんかすごいよく聞くなと思ってて、まあ、レガシーシステムへのでいろんな方法はあるかもしれないんですけど、まあ、まあこれ一概にケースバイケースだと思うんですけど、例えばこういうことやったこういうことあったとしたりとかを、さっきの半分ぐらいの時間でお願いします。じゃあ藤本さん、その順番じゃあ、ジャンペットしますか。いやー、一番もったいない。いやこれ、昭和、これはね、あるあるです。人が、もう、だって、実は、V 株式会社の SNS とかやってまして、SNS から始まった会社で、もうこれ15年とかなんですよ。もうね、15年前のソースコードとか、まあ、ほぼないけど、やっぱ。ここちょっと面白いけど、藤本さん、長めにしましょうか。いや、そうです。あ、なんで、俺はこうやって、でもまあ、でまあ、同じことがあるとしたら2つで、でもちょっと本当にここ僕最初順番にしなかったら藤本さん聞きたいなと思ってて、その藤本さんがグリー行った頃の話とかもなんか感じまして、そういうのやるとマジですごい長いんで、それを凝縮してる。いや、皆様に何かやめたその話をするとすると、結局別にこれ自体はすごい極端なしでボックスを入れることも別にユニットテストを書くのも別にゴールがないので、ね、それ一個間違えるとテストを書いたぜイエーとか言ってこう、ね、別に障害入れないみたいなこととかが普通に起きるので、ちゃんとスタッツを取るっていうことがやっぱ大事だなっていうのは一つあります。なんですごい長いプロダクトとかでも、あ、なんで一番いいのは生産性を取れるとか投下した規則に対してまあまあどれくらい良いことかかけたかっていうのは一番いい。もうちょっと楽にやるとすると、まあ、人が管理会計とかでプロダクトの理由を持ってるんで、オーバーエンジャー何かがあってこの売り上げだったりするんで、これは、まあ、極端な仕打ちがどうか知らないけど、まあまあ、ある程度ちょっと待ってねみたいな。でやっぱ数字出るんで、なんで大体、かけてるエンジニアリングのコストとに対して障害の数と顧客満足度と売り上げみたいなところを見て、それがなんか極端に良かったり悪かったり、いいところは取り入れるし、悪いところは、おかしいねっていいみたいなことを、すると、まあ、なんで、そうすると、例えば、じゃあテスト、他がテストやってて、上手にかけてて、みたいなのがちゃんと広がってるし、みたいなアプローチを取りました。
ていうほどっていうのかっこいいけど、そんな綺麗にやってるわけじゃないですけど、まあ、それが一つと、やってもう一個言うことを忘れました。はい、まあ言うことですか。はい、まあ思い出したらもう一個、ただ結局でもまあそれかな。あ、もう一個あるな。そう、あとは結局そのなんか当たり前の話ですけど、結構でかい人長くやってるって昔とかよく分かってるし、でかくなってるじゃないですか。なんでもうおとなしくできるところからちょっとずつ始めて、で、あ、それこそまあまあ機会に頑張ってもらって毎日テストを流してっていう、あ、そういう枠組みをちょっと1パーでいいから、これ1パーでいいから始めて、でそれをちょっとずつ上げていく喜びみたいなのを味わえるようにしていくことで、まあまあっていうのと、あと全部やるっていうのを前提にしないと、 UI とか特にそのなんか僕らとかだとエンタメコンテンツ、特にゲームとかと UI のテストとか、まあ、ちょっとさすがに無理なんで、もうそこは結構気にしてるんですね。っていうのとか、そういう場合何せよ、まあ、こういうここに書いてるような話だと、まあ、ちゃんと見える化して、達成で 0.1% に増えたらいいねっていう状況を作る、まあ、その2つが結構大事だなと思っていたりします。っていうふうなアプローチとかなんとかしています。ですね、僕は、まあまあ、コーチとかそういうのやるときは、まあ、逆にですね、絶対一番最初に皆さんに何をレクチャーするかって、まあ、一番最初にやるのはイケメン連れてくることなんですけど、はい、みんなだからその、まあ、さっき言ったように優秀なコーチを連れてくるとか、優秀なちゃんとアジャイルでデモンスできるプログラムと一緒にチームに連れてくるとか、まあ、何か種がないと、ヒロマーなんだと思います、はい、そういうのがまず一番重要なんですけど、それ以来みんなにこうレクチャーを何かをしないといけない系で、一番重要なのはやっぱりユニットテストをかけるようになることで、だから僕はなんかリサーチとか自分でしたらびっくりしたんですけど、アジャイルでやってるプロジェクトでもその 32% ぐらいの人はユニットテスト書いてないんですよ。じゃあどうやって繰り返しだと返すに耐えれるんだろうって話とか、よく現場に行って思うのは CI をやってるって言ってたけど、ユニットテスト書いてないから誰ビルドしてるだけとか、それってあんまり意味ないじゃないですか。だから、なんていうのかな、だから結構その、まあ、アジャイルとかデボックスとかやるときに、そのユニットテストをちゃんとかけるっていうことがすごい重要なんですね。で、ただこういうふうな問題ってあるじゃないですか。これ難しいことから、どうしようどうしようって考えるのが難しくて、単純にしたいんですよ。まずかけるようになりましょう。だからテスト駆動概念でも、BDD でもいいですけど、なんでもいいけど、だからそのかける習慣っていうのは練習したらできるわけですよ。はい、だから、で、あとはできたら、簡単なことが大事なんですよ。例えば自分の手前の、手前で作ったちょっとコマンドとかをちょっとテストをしてみるとか、そうじゃなくても、まあ、会社に導入するときは、あの僕は難しいプロジェクトいきなり導入とかじゃなくて、簡単なのを選ぶみたいなのをどう考えるかあるじゃないですか。そこでもう濃厚にやるんですよ。簡単で、もうそんな危険度もないけど、めっちゃ濃厚にこうデボックスとかやると、ノウハウが上がって、あとはもうね、はい、そのあたりそうしたいって、でもその1個目をやるときはもう絶対ちゃんとテスト駆動みたいなのか BDD みたいなのを、まあ、例えばキーワードみたいなのを連れてきて一緒にやって、岸田さんが連れてきてみたいになったら、そのなんていうかアイコンでなんかテクニックというか習慣なんだみたいな、だから習慣やからなんか本読んだだけで分かるとかって、そういうと体感すれば分かるわけですよね。あ、こんなぐらいテストでやればいいんやとか、そういうのをこうやっていけば、それが習慣としてその組織の習慣になっていって、いい改善になるので、だからこういう問題で僕は書けんけど、少なくともここに書こう、みたいな感じになってます。僕はそういうのが重要になります。なんか2人結構猛烈にうなずいて、いや、もうあんまり話すことはない。そうですよね。2人の言うと、流れ的に結構、まあ、今できちゃったなと思ってなんですけど、まあ、思うのはやっぱりいいなと思うのは、まずは、1個のテストケースでいいから、まず作って、その試合で回すっていうサイクルをまず知ってるっていうのが大事ですね。0% か 2% かないで、1% か 10%、10% はできるんですよ。だからまず 1% にするっていうのはすごい大事ですね。あと、アンケートに書いてあった、まあ、スパゲティコードになってて、レイヤーのアーキテクチャにしてるつもりだけど、各レイヤーのテストができるっていうのは、ウェブアプリケーションのとりあえず HTTP テストを出して、200で返ってきてるっていうだけのテストでもいいと思うので、その辺からまずやるっていうのがいいかなと思います。はいはい、読み上げますが、ここから言うのは、個人的な見解で会社の方針とあのですね、まあ、この中でソースコードの静的回
って、いろいろちゃんとやっているという人はどのくらいいますか？まあ、ちゃんとっていうと、まあ、そこの性的解釈を考えてる人、まあ、はい、そんなもんですよね。あのですね、まあ、テストを書けばいいんですけど、テストを書くと、テストを書く時間ね、やっぱり文句言うやつがたまにいるんで、まあ、仕方がないですね、っていうことで、まあ、ここでテストを書いてるかどうかは聞きません。で、一番労力がかからず、CI を入れられるのが、ソースコードの生成解析です。で、まあ、なんでもいいです。採用 CI 使ってもらったりとか、まあ、お金がちょっとかかるかもしれないですけど、で、ローカルで入れたいなら、まあ、全キースはとりあえず、なんか、ワーファイルみたいなのを落としてピッて上げられるので、それで、生成解析のプラグイン入ってるので、まあ、ないかな、最初。まあ、入れればいいわけです。で、自分たちは、一切手を動かさなくても、ソースコードの生成解析なら、CI を外す。で、あのぐらいしかやってないってことで、そんなに自分たちのソースコードが自信があるのかなっていう僕はすごい不安があって、僕は全然自信がないので、必ずソースコードの生成解析は書けます。ファインドバッグとかね、有名なツールいっぱいありますので、ググってもらえば大丈夫です。で、それで始めてもらって、自動化って絶対に、そんなにいきなりうまくいかないんで、じわじわって、自動化便利だなって、なんか毎日ソースコードをチェックしてくれて、あ、便利便利、なんかこれもできたら便利だなって、便利が広がっていけば、毎日テストもやるだろうし、まあ、なんだろうね、なんかいろんな自動化をやってくれると思うんで、まあまあ、一旦は、とにかく自分たちのソースコードを改めて、見る。で、絶対に赤いのがいっぱい出てくるんで、見逃さず直すっていうことが大事ですね。はい、自動化しても見逃すっていうシチュエーションになると、全くうまくいかないで、自分たちの過ちを反省して見逃さないです。あとは、DevOps ってわけじゃないんですけど、これも、アジャイルとか、なんかいろんなプラクティスとかいっぱいあるんですけど、なんかどうにするとすげえめんどくさいとか大変とか言うじゃないですか。とりあえず、一番最初にやってほしいのは振り返りです。で、とにかく、振り返りは、やってないっていうところは、まあ、2週間に1回でも1ヶ月に1回でもいいんですけど、ある程度、こう、決まったスケジュールで必ずやっていけば、そういう文化が根付いていくはずなんで、振り返りをやってみてください。で、振り返りのやり方がわからないっていうのは、アジャイルのことをしてとかですね、いい本がぐっといっぱい出てきて、なんなら弊社の天野が書いた、簡単検討っていう本があるんで、まあ、それをもらうといいかなと思っております。以上です。はい、分かりました。ありがとうございます。なんかここでいきなりセキュリティとか出してるんですけど、岡田さんいらっしゃいますか？はい。岡田さん、ちょっと一回。もともとパネルに参加してもらおうかと思ったんですけど、ちょっと時間がないのと、人数が多いので、で、ここはもう岡田さんの独壇場で、こんなアンケートがありました。はい。すみません。はい。についてアドバイスを。こんな出し方すぎなんだろう。はい。すごいいいじゃん。いや、僕の頭が早かったら取ってくれる。はい。はい。開発に、複数企業が関与する場合は、開発を可能とできるのか。あ、今日のセッションで伊藤さんとか神戸さんがおっしゃってたことあると思うんですけど、実装を全部丸投げする場合はね、なんか丸投げただけの責任を取れって話だと思うんですよ、投げた方が。でも分業で例えばほら手が足りないとか、なんかそういう場合ってそのセキュリティスタックをいかにその何ていうかな、集中化させるかっていう、このモジュール使えと、このライブラリーセット使えるということにすると、全員が、そのプログラムに関わる全員が、そのセキュリティ実装に関する責任を持たなくて済むわけですよね。だからやっぱりその、セキュリティに限らずなんですけど、やっぱり重要情報にアクセスするための API セットを、いかに発注側が持つかっていうところがポイントなんじゃないかなと。そうすると、例えばその画面増やすんだとか、機能増やすんだとかっていうところは、そのライブラリをいかに徹底的に使うかっていうところに、こう、なんていうかな。それでなのでいいんじゃないかな、ちょっともう一回話す、さっきのスライドですっていうところがあるんじゃないかな。で、やっぱりほらセキュリティ要件をきっちり出して、そしてそれについてちゃんと守りましたみたいなものを出すことによってっていう、ペーパーワークでどうにかしようという試みはもう十何年やってるけど、うまくいったわけしかないんですよ。そうですよね。で、その発注側がやるべきだ、受注側がやるべきだって裁判とかなってるけど、なんかもやっとしたまま、なんか最高裁まで行けばよかったのにとか思ってる気もありますけど、だから、辺ってその技術者から見たら多少迷惑な話で、だから技術者はどうしなくちゃいけないのかについては解が出てないと思うんですよ。そうです、だからその会社としての責任の取り方とか、右手で握手して左手で殴る方法みたいなのがなんとなくわかるんだけど、辺は何
の参考にもならないんですね。だけど技術的に実現するのはやっぱりそのいかにそのセキュリティライブラリーをどっちがイニシアチブを持つかとか、このフレームワークでやるということをどうやって遵守させるかとか、そちらの話でもう丸投げ、そこまでもう全部丸投げして出来上がったものに何か見せつけるっていうのはなんかもうそれなりに喧嘩したらいいんじゃないですかっていうか、だからそう本当に結構丸投げするところも多いし、そういうところを買って意外に契約書でのなんか自分の防御が結構激しくて、でまあそれもうちみたいに大企業じゃなければなんか全然防御をさず契約するぐらいの勢いな時があって、まあ結構押しぶるだ今だからどっちの発言の今求められてるかちょっと分かんないんですけど、発注する側はどうしたらいいと思いますかっていうのと、受注する側はどうやって自分たちを守ったらいいと思いますかに対して僕はそれぞれに答えがあると、そうですね、そうですね、と思います。ぐらいで止めておきます。はい、いいですか、それで。もうちょい聞きたいかな。多分複数企業なんで、例えば A 社と B 社の開発会社が両方いたと、でもそこ片方はすごいセキュリティーで片方できないとかだったら、まあ、片方やめてもらった方がいいかもしれないですけど、そんな時にでもまあ継続してやっとる時に統一するには、まあ、ツールを統一するツールを入れるとか、あ、そうそうそう、それツールがあの間のなんていうかクッションになるっていうのがあると思うんですよ、はい、だけどほら研修要件ってだって研修したじゃんみたいな感じあるじゃないですか。だってお互いにタイムプレッシャーがかかっていて、まあ、なんかあったらお願いしますねみたいな口約束でなんか1年ぐらいにバラバラみたいなやつあるあれでも結構揉めててですね、そうやって担当者同士がうまいこと言っててもその発注担当の人がいかにいい人に見えても結局は、やりきらないとその人が無理とかなるんで、ですからやっぱり契約と技術的境界線の話を聞かなくちゃいけないんだったら、もはやこれはデブオプスカンファレンスではなくですね、18カンファレンスで一回やったもんですね、デブオプスカンファレンスではないんであれそれも言ってませんでした。そうですね、さっきも内本さんが確認してますけど、はい、本カンファレンスなんですけど明日の開発しようと、最終的には多分やっぱり、はい、その方向決めるときでもエンジニアって知らないといけないと思うんですよ、はい、今の例えば法律の話でデブオプスの話とかでも、で開発力でもそうだしベースの場所で、まあ、僕たちは全部そこをさすがにこのアでできないゆくゆくやれたらな、やりすぎると基本開発カンファレンスになっちゃうちょっとまあ明日のことを明日の開発のことを考えるんだったらやっぱりコーディングする人とか設計する人がやっぱり基本的にその脆弱性を見にくい、でメイクしやすいコードを書くためにどうしたらいいんだろうということは、やっぱり俺はこれが得意だからとかじゃなくて真面目に考えていかなくちゃいけなくて、先ほどおっしゃったように静的解析ツールね、このファイルボックスはいかがなものかと思うんですけど、まあいずれにしてもですね、何らかの方法で自分のコードの品質を確保していくという努力はいずれにしてもしなくちゃいけないかなと思います。そうですね。で、こうやりましたっていうことを説明できることが大事じゃないかな。そうですね。セキュリティの方が誰かが出てきたんですか。あ、すいません。はい。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございます。受験の予約さないからちょっと拍手で。すいません。で、もう時間の方もそろそろあれなんで、最後の質問になります。まあ今更なんですけど、DevOps の始め方、なんか結構今までに話してる中で出てきてるのかなっていうのは感じるんですけど、まあなんかこれから始めるので本当にどうやっていいのか知りたいとか、DevOps に向けて CI 環境や開発ツールをどこから進めていくのがいいか、ベストプラクティスがわからない。既存のオペレーションや文化の変化だっていう、もう本当にでも手をいらしている方で、まあ、いろいろデボスってデボスってあるけど、でも聞いてもわからないし、でもどこから始めたらいいっていう方が今目からいらっしゃって、でも本当に自分たちも始めるときがこれでいいのかっていうところもあるので、それぞれ違う立場だと思いますけど、まあ、じゃあどこから始めたら、もう今までの繰り返しなんですけど、それを一言ずつ、まとめを含めてな感じで、今日の話しことあったけど、僕こう思うよっていうのでお願いします。これ挙手でいきましょうか。たまには。はい。じゃあ岸田さんから結構お見ないの司会者になります。岸田さんから。なんかそういう話あったなと思ってさっき言ってしまったんですけど。はい。はい、じゃあそのどこだって人振り返りと合わせて書いてる話ですね。はい。はい。そうですね。そうですね。
あ、まあ、とにかく、あの、なんですかね、やめないためには、その、労力がかかることは、とりあえず最初はやらない方がいいと思うので、なるべく続けてほしいし、まあ、多分そうやっていったら、なんか、もっと、ね、生産性が上がって、いろんなことの時間が使えるのが、楽しい行動をかけるようになるのか、いろいろあると思うので、とにかく継続が大事だと思っています。はい、で、どうしてもうまくいかなかったら、ではシステムマネジメントに一言声をかけていただければいいかなと思いますが、まあ、そういう営業じゃないですね。はい。で、あの、牛尾さんのその話にあった、まあ、あれはその上司が、その、モチベーションを上げてくれるという話だったと思うんですけど、まあ、振り返りとかでもやっても、あの、まあ、振り返りのルールに必ずその個人攻撃をしないみたいな話があるんですけど、まあ、その、問題対私というその何だろう問題は個人ではないみたいなところにフォーカスして進んでいくとなんかうまく進められるみたいな、まあ、大体振り返りやってですね最初の頃に何とかされたみたいな、うん、あの出やすいんですけど必ずそうやらないというルールを徹底して進めてもらえると、まあ、うまくいくんじゃないかなと思って、簡単なその始め方の注意ポイントをご紹介させていただくだけでまとめにしたいと思います。はい、すごい丁寧に締めました。ありがとうございます。まあ大体もう今まで話した通りなんですけど、ここから始めるのはですね、まあ、さっきも話したんですけど、とりあえず一周フローが回るようにしましょう、試合とか入れましょうっていう話なんですけど、あのテストももちろんそうなんですけど、さっきのコードの設定解説もあったんですけど、あの私のテストでもお話したコードフォーマットのチェックですね、まあ、それも割とあの何も手を労力かけずにすぐに導入できるものなので、あのそれもいいかなと思います。で、試合を回すようになるとですね、あのコードレビューとかで誰かに指摘される前にあのツールはすぐに教えてくれるの で、 あのでそれがもうされるかあの嫌なことにしなくていいので、あの方法はですね、レビューしてる人に載るんじゃなくて、なんでこんなこと言うねんじゃなくて、ツールの方に大体文句言うんですね、あのなんかサブシェルさんとかっていうですね、あの全くあさっての方法の文句なんですけど、だからそれはして人にはいかなくなるので、それもいいかなと思います。あとあの、まあ、試合とかって今全然やってないところですね、新しいプラスアルファの要素だと思うので、それだとデプロイの方ですね、あの特にデプロイ、まあ、大体みんなツール使ってると思うんですけど、まあ、いないとは思うんですけど、例えば FTP とかでファイルアップしてるとかですね、これ笑い事じゃなくてですね、実際そういう現場もやっぱあるんですね、今も。なので、まあ、そういうところから入れるとですね、あの日々やるべきデプロイっていうことがですね、ツールで自動化できるようになるので、まあ、その関係を出してもいいんじゃないかなと思います。で、いいですか。はい、以上です。じゃあ、僕は、まあ、バルスルマッピングとか、プレゼンとか、まあ、イケメン連れてくるとか、そういうのも言いましたんで、まあ、そうじゃなくて、まあ、皆さんが現場の人をやるとして、現場の人が自分が最初に第一歩を進めれるものとしてのおすすめをお話しします。でまずはデベロッパーの方は、さっき言った通り、テストと開発ですね。まあ、BDD でもどっちもいいですけど、まずそれをやる習慣を練習するというのが一番ですね。なんでかというと、さっきおっしゃってたみたいに、試合みたいなのは、これができれば、あとは成功するだけなんです。でもこれができなかったら、あとはグラフィックスがそう崩れるんです。だから、これもやれば、かなりのがいい感じなんです。で、じゃあ、落とすの人はどうかというと、インフラストラクチャーズコードでね。じゃあ、もうあのインフラを作るというか、コンフィギュアするのに、テレポチコスをやって、のをやるんでしょ。だから、なんでもいいです。アンシブでもいいし、まあ、シェフでもなんでもいいんですけど、あの、まあ、アジュールとか、テンプレートとかありますけど、なんでもいいってなる。でも、なんでもいいけど、とりあえず、それをコードにして、で、何回も再生成できるようにしたりとか、それをちゃんとリポジトリに行きましょうという。でもそれを練習したら皆さんすごいバリューが出るのでおすすめですという感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょうどあの締め全体の締めも含めて言ってもらいます。はい、始め方、いやでもまあ始めようっていうことが決まってんだったら、ね、そろそろですね、よろしくお願いします。みんなそれは政党が約束されていると思うので、ぜひあのお声掛けをいただければっていうだけなんで、まあ、プロフェッショナルの時間が上手に取れないと思うし、まあ、それでいいんじゃないですか。で、あの、まあ、なんと一応ね、明日のカイアツリーダーの皆さんのための頑張りをして、まあ、一歩あるとしたら、本当にこういう時におけるリーダーシップ、上に立てたやつの、気概っていうのもすごい大事なんで、皆さんの遊び方だったら、そういう時に引っ張るべきだ。
う感じかなと思っています。まとめは頼んだな。そうですね、なんか聞くのにいっぱいだったんですけど、でもやっぱりちょっとこのカンファレンスでやったのもそうなんですけど、まあ、一歩目どう踏み出すかで、一番最初は志村さんとなんか大阪で話した時に、なんかカンファレンス僕行くとすごいなんか夢みたいな話いっぱい聞いて、なんかそれだけで僕たちはもうなんか1年くらい知ったような気がするんですけど、帰ると実際何もやれてなかったりして、で一歩先になるとすごいなんとか入門とか買って帰るんですけど、そのコマンドサンプルって終わりだし、そうすると2歩3歩ぐらい行ったらちょうどいいんじゃないかなっていう話をしてて、でまさにその小さいプロジェクトから始めるとか、じゃあまあ一つのサービスから1箇所からやるテストやるみたいな、そういうとこから始められたらなと思って、だから今日ひょっとするとテーマがある程度散らかってるかもしれないですけど、一応でもデボックスっていうところで絞ってみたので、まあぜひ今日来た方は昨日よりも2歩3歩、進めるように、まあ土日は休み月曜から前回でまたデボックスしていきましょうという感じで締めたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ、これでパネルの方を終了させていただきます。ありがとうございました。では本日のセッションこちらで終了となります。こちらの会場が17時までですので、